いいよー。もう乗ってる。なんかタイトルコール言ってこれじゃない。いやいや急にこれだ。それ俺は確かに。でもまあから俺が言うことは続きましてですね。はい。施設見学のコーナーに移っていきたいと思う。いいよー。ここでしょ。YouTube 企画をやってまして、はい、シーズンオフにこう皆さんにお届けする動画なんですけど、それをいつもの大先輩にお願いします。ジムの撮影もあるということで。そこだけちょっと頑張って。ここジムです。そこだけ。いや全部今から頑張ろうと思います。ピアノもクラブハウスも入っていきたいと思います。はい、まずはジム。まずはジムから。お願いします。じゃあ早速ジムに入る前にこれですね。これですね。特筆すべきは。2011 A リーグディビジョン1優勝記念レイズトレーニングハウス。2011年に我々いなかったですけど、はい、自分優勝した時の記念というか寄贈で、はい、作られたジム。もともとはテニスコートだったらしいです。ああ、らしいです。あの白熱の裏のここはテニスコートだったけど、そうだ白熱は同地区、ここはこれがどれか勝つと。今までの柏レイソルの先人たちのおかげでこれがあるということで、はい、僕はもう毎日一礼して入るこれに。見たことないな、あの人か。ちゃんとそういう歴史を感じながら。歴史を感じながら使ってるという。使ってます、僕は。ありがたみは感じてますけど。みんな一礼して。見たことないっす。みんな一礼して入ってます。みんな、よろしくお願いします。失礼します。はい。では、入り口。はい、入り口もしっかり。ちゃんと AD もありますよ。細かい。練習場なんで、まあ、人いないんですけど、練習前、ここがね、こういう感じでね、靴が溢れ返ってる。あまあ、基本的には、こう、そうですね、各自、自分の靴箱が。穴があるんで、僕はこうなんですけど、そこで靴を履き替え、入室する。自分の持ち物を置く場所がちょっと、少ないとまで言わないけど、ダメだし、ジムの中に置いちゃうと、そうごちゃごちゃになっちゃうんで、ここに入れてるんですけど。まあ、それが増えてくるとちょっと。グローブジム。風船とか。風船。ゲタとか。ゲタ。まあ、こういう。ゲタ。こういうものを。これマジ仕込みじゃないですかね。仕込みじゃないから。ガチでゲタ使ってます。まあ、ちょっと、なるべくこのスペースを有効活用して。僕はこのカードだけです。各自ね、弱さを改善するし。ゲタ出てくる人いないですか？トイレがありまして。まず入り口でね、こういうふうに。誰が入室してるかっていうの。今コロナ禍なんで、入室制限とかも作りながら。こっち回ってもらったら、いいと思うんですけど、こういう感じで、一応ルール決めが行われていく。これ、豊島選手が書いたんですか？日本語は僕です、ね。基本的に豊島選手が全部。日本語は僕が書いたんで、ちょっと、モザイクかけておいてください。字が汚すぎて。いや、すごい。はい、まあね、コロナ禍でも、まあ、ちゃんとこう使えるように。そうそんな感じで今やってます、ね、選手は。これ何平米ですか？平米数わかんないけど。でも 20×15 とかあんの？僕の個人的な意見というか、まあ J リーグでもなかなかこの広さのジムっていうのは少ないんじゃないかなと思います。ここ多分、他のクラブのジムよりもフリースペースが多いんじゃないかなっていう。真ん中が結構広くて、何でもできるというか、まあ、器具は周りにあって、真ん中は、まあ、ある程度グリースでストレッチとかもできるっていう、まあ、そういうレイアウトになります。9時練の時とかは、9時でこう、ジムスタートする組と、外でこうストレッチする組で分かれてみたいな感じでやったりしますね。で、全然練習前は、みんなおのおの準備して、で、練習後も使って追い込んで紹介できる紹介します器具があれば、一個ずつ、テーブルを。これはまあ、負荷を変えて、まあ、あと、角度変えたり。ああ、すごい。まあ、360度。まあ、いろんな方向から負荷をかけられるケーブルということで。まあ、いろんな方向から。これやってますね。いやいやいや、そんな力で大丈夫ですって言ってたやつ。これはやってますね、こういうふうに。練習前のアップ、こういうふうにやってます。こういう線もありますから。目安の線とか、この状態に使ってたらこういうことですよ、ね。いい。もうちょい腰落として。あ、そう。あ、ダメ出しはもう。しっかり。はい、引き切る。はい、座る。背中効かないからさ。トレーナーだ。
僕が好きなのこれです。それ、はい、これはまあこのトータルプロデュースバイティエンジ、まあ、これどうやって使ったらいいかわかんないっていう。そうですね、僕もここ来るまであんまり見たことないと思うんだけど、まあ、いろんな使い方できます、ね、皆さん当ててみてくださいよ。まずは伊藤さんは座る、ここの押しに効かせる、こういうやつ、まあ、重りも、なるほど、それで全部に刺激を入れると最後刺激締めるこれ片足でもこういうのができます。プラス、まあプラス、まだある、またこういうところに片足かけて、はい、まあ、こういう、ああなるほど、それもハムとか、うん、でこのなんていうんですか、このかゆいとこに手が届くみたいなあ、こういう使い方もできるんだけど、万全みたい、これ結構僕が好きで、はい、まあ、他にもいろんな使い方です。これはね、いいですね、いいです。なんで、まあ、10キロ、1から10、こっちが12から2キロアップで、最後20万本、まあ、正直僕としては、まあ、26キロが最高なんです。最高、ここは26まで40まで欲しい。40のが、まあ、個人的なんですけど、多分使うのが僕俺ぐらいしかいないです。まあちょっとそこにお金をかけるのは、まあ勝手に個人にお金かけろっていう話で、まあ十分26キロあれば、26キロなんて、まあサッカー選手としては、まあ、まあこれを使う人もあんまりいないですけど、そうす、まあ、見たことない、せいぜい20とか40もそれあんすね。そうやね、まあ、こういうのね、あーすごい、普通これ10キロとかでもパンパンになりますけど、ちょっとやりすぎるとあの足の練習に響くからね。あ、ちょっとアップだったりになってしまいました26アップ、あ、ケトル、ケトル出るじゃん、ケトルも出るじゃん。あともう1個のグラブ、これはどうやって使うんですか。これはもう52というか、お俺がじゃあどうでもどうでもできます。これはでもシンプルにこういうんですね。どうすか、それケトルベルスイング、どうすか、あーもうちょっとね、きつい、どうすか、また腰が落ちてない、腕を使いすぎかな。あんまりこれ腕使わずに腕を使えない、ケツのケツの半分を飛ばしてここまでは、ね、これこのここはね、あの腕の力を入れないから、これが一番いい、まあ、が一番いいとあります。はい、スクワットしたり、スタック1個じゃ足りない、まあこれ言うとあれば、まあ、あれば嬉しいけど、まあまあ、まあ、結構これ使う人が多いんで、もしかしたら皆さんの支援でもしかしたらっていうの、うん、結構これは本当豊富っすよね、何本もあって、どんどん回しましょう、このこ、なんだ、小道具系、小道具系の、そうです、その前もなんかはみ出てる、このさ、これいいよ、ターター、そう、これでも端ここかまってんすよ、一応走れるようになれたんですよね。今はちょっと、今はトレーナー、トレーナーブース、うん、走れないけど10メートルぐらいしかない、10メートルでも十分っすよね、ちゃんとこういう室内に走れる場所、あとはすごいなんて固める、こっちはちょっとこの陸上のターター、うん、反応もらえる、まあ、小物は別にこういうね、ボールとかちょっと重いボールをこう、ミシンボールを叩きつけたり、おお、投げたり、うん、投げたり、これ何キロぐらいあるんですか。これ5キロです。5キロ、あ、こういうの三原さんとか投げてる、これ前やったけど怖いんですよ、これ、おお、こういうやつらしいんですけど、なんか重心移動なんですかね、ほんと三原さんとかスイスイ進んできます、そういうトレーニングアイテム、こんなのもあったり、あとは縄跳びとかストレッチ用のボールかなどなどあります。バランスボール、バランスボール、多種多様な、多種多様なサイズ、バランス、色、何円もある。じゃあそちらこれやってよ。ああ、俺はあんまりやんないんだよ、俺はもう割と毎日、毎日やってる、割と結構やってますよね。これはどういったものなんですか。もう説明する前にいい、まあ、ここ見たら分かるんですね、やっぱ動体視力系のトレーニング、はい、だからこいつもこうやってこれやっとっても
見えない。え？いや、ほんまに弱いわ。早いんだね。いや、ダメです、これはもう。序盤につまずいた。長いな。シュールだな。長いな、尺が。あ、全然ダメです。55、どう？ダメです。ダメ？ 60 からが基本的には。60から、はい、アスリート。はい。わかんないけど。ちょ、これ、ひどいです。ちょっと今、明かりがね、強くて。いえいえ。楽しく。結構夜の方が効果的。やりやすいです。あ、今ちょっと本当、外の光で、点滅が見づらい。これがない。どう？言い訳です。どうサッカーに行くの？こうやった時の視野が。視野が広がる。と信じてやってますけど。まあでも、その単純に目を動かすっていうのは大事だと思うんで。大事だよ。ウォーミングアップ兼ねてやってますけど。でもまあまあ、なんか65とか行ったらよっしゃる。でもあんまりみんな毎日やるってやるやん。マーさんとか割と定期的にやってるやん。面白そうですね、これ。素人でもできますね。これは。やります。やる機会あれば。いいっすか。いや、怖い。一回やってみる。ちょっとやってみよう。スタッフがトライして。いいな、感じ。こう、スタッフ。撮ってくれるんですか。はい。スタートをしたら、あの、足は別に自分の近さで。これ上届く？身長。物理的に。おいっすよ。あれ？おい。ちょっと見づらいんでね。おい。今のとこ、サチュラリーいいんじゃない？今のとこいい。俺、前この辺で3秒ぐらい止まってたんで。えい、ー、あ、見えてる。外側見えてる。あ、見えてる。いい。いや、いいっすよ。マジでいい。マジでいい。これ、俺やばい。やばこれ。あはははは。全然ダメですね。やっぱりすごい。いや、今手加減してました、最後。いやいや、してない。最後にベンチプレスだけやってる。これはもうやりたいだけ。それに関しては。ちょっと明日もやる予定なんで、ちょっと。刺激だけ。6時はまあ、うん、もう師匠ぐらいになると、もうウォーミングアップで使っちゃってますけど、普通はまあ、6時、7時上げれれば、M字でしょう。あ、軽がいい。余裕でやっちゃいます。この方まあできるだけ本当は一人で行わないようにしてください。はい、あの気が向いたらちゃんとサポートしてくれる人がいる。あとはちゃんとここ本当はここにつけて、あのこれが動かないようにした方がいいです。これ悪い例なんで、くれぐれも無理のない重さで快適な筋トレライフを。無理しかしてないじゃないですか、いつも。無理で最後締めたのかなっていう。